今朝は北院からスタートで BD1 にいろいろ積んで巾着台ある方に会いに行きます。巾着台に着きました。相合橋というのがあるそうで、残念ながら工事中でした。そうすると手前からちょっと折れて巾着田川に渡れます。新しいルートです。2月の28日以降楽しみです。目当ての方はどの辺にいらっしゃるんでしょうかね。今日はキャンプされるそうです。ほぼお昼をここで作って食べます。今日は BD1 で来て正解でした。公園の中を走ることができます。わー、綺麗なモミジが日差しに光っています。モミジが連なってる。ここは綺麗です。最強だと言ってるんで、ただやっぱりあれですよね、なんか自分でちょっとこねくり回して遊ぶの楽しいですもんね。で今日はだからサブがあるのでこれで行こうかという。火をつけて隣でこれをやると危険な気がする。これね、欲張って蓋してパカッてやって火を強すぎたら溶けた。あ、そうなんですか。この後何ですか。あー、あいいですね。これはここが風よけになってるんで、結構ゴーゴー吹いても元のガスの火力が結構あるじゃないですか。だから いけるんですよ。これこいつは自分でこう炎をただ立ち上って燃えてるだけなので、風よけないと、あのね、そうラーメンできなかった。そうですか。あの沸騰しなかったもん、そもそも。だからこれを買わなきゃってのは出てくる。やっぱりガスはね、やっぱこれが一番コストが安いので、うちにあの大昔に買ったキャンプガスのアルコールバーナーあるんですけど、いくらだっけな、だってガスが1個500円ぐらいするんだもんね。します。そうですよね。そうするとね、これ合わないよねとか思ってて。娘のタイのお土産。
これはあのカップ麺と一緒で、チキンラーメンみたいな感じで、はい、ただ入れるだけ。見えない。面白い。初めて見えないの。見なくてもいいの。あ、なんつうの、ふやかるんですね。そうそうそう。だからあのチキンラーメンと同じ感じみたいな。なるほど。ただだから、うん、別にいてもいいんですけどね。だから。ダディさんいなくなっちゃった。奥さんも乗せたとね、いいんじゃない？これで外でポロッとしたりして。そうだよね。この間ね、先週か。あの鳥羽沼っていうのがあって荒川の吉見の方かな、うん、でちょうど知り合いが釣りしてたんで、うん、そこまで行ってでカレーこれでカレー作って、うん、でパンフランスパンにつけて食べてこれぐらいの皮プチで作ってそれこそポロッと川に落ちそうで怖かったおいい感じですよしよしこっちはオッケーだ。とりあえずこの子はアルコールが切れた。こっちで。これも今一つ不安定か。まあ大丈夫。男の人はこういうの好きかもね、きっとね。外でやるのは。ね。きっと。もうね。神さんがパートの日は外でプラプラして。神さんがパートの日は外でプラプラこんなことをして。あ、そう。はい。今日は煮物とフォーです。よく切れました。あの普通の薪をやるんだったらちょっときついかもしれないですけど、うん、できてる薪は簡単に割れるんで。ああ、なるほどね。あ、こうなってんだ。そうそう、素敵だなと思ってて。で、100均でほらこういう蒸し器あるじゃないですか。あ、蒸し器ね。そうそう、あれをいたずらしてこういう風にしてみようかななんてちょっと思ったりして。うん、なるほど。はい、これね、謎が解けました。ありがとうございます。皆さん、いろいろ勉強になります。みんな楽しそうです。近くに住んでらっしゃる方みたいです。ぼちぼち日が傾いてまいりました。はい。楽しい時間で帰ります。お庭が真っ赤な個人のお宅、すごい綺麗です。巾着台面してるんですよ。巾着台を出ました。ダディハートさんのキャンプにお邪魔して、一緒にいらしたバイクの方々と楽しくお話をして、川越日高線一本で帰ります。車の道なんで裏道のが本当は好きなんですけどね。今日は BD1 こいつにいろいろ積んで走ってみました。やっぱりマウンテンバイクに慣れてしまうとっていう感じがします。これしか乗ったことのないときは、これも結構よく走る自転車だったんですけど、困ったもんです。フーさんに帰りにお土産を買おうと思いました。実は今日はフーさん、熱が出てお家に休んでるんです。すごい、このお店。サンタさんです。天使のリンゴっていうお店なんですよ。はい、あ、入っちゃった。はい、どうも。ちょっと取っちゃいます、普段は閉まってあるんだそうです。ですよね。すごいな。やっと出番です。美味しいプリン買いました。ありがとうございます。大正ロマン通りがすごく賑わってます。長年住んでるんですが、鳥の市こんなに大にぎわいとは知りませんでした。びっくりです。
北院まで戻ってきました。境内のイチョウが綺麗です。